ワタイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は西垣美香がお伝えします。今回はトピックスとして5本をお送りします。県のまとめによりますと、滋賀県の人口が年々増加していることが分かりました。県の調査によりますと、去年10月1日現在の滋賀県の総人口は141万6546人で、前の年に比べて2148人増え 0.15% の増加となりました。これは1967年から45年連続の増加です。人口増加率は沖縄、東京に次いで滋賀県は全国3位となっています。市や町別に見てみると、人口が増加しているのは栗東市や愛荘町、守山市など6つの市と1つの町で、減少しているのは高島市や高良町など7つの市と5つの町です。滋賀県の人口は増えてはいるものの、その伸び率は鈍くなってきており、県では少子化の影響が出始めているとしています。開館20周年を迎えた近江八幡市にある安土城考古博物館では企画展が開かれています。会場には古墳時代から近代までに作られたとされる美術工芸品およそ60点が展示されています。展示されているのは古墳や安土城跡からの出土品などで、この地域が古くから活発な経済活動や文化が展開されていたことがうかがえます。この企画展は4月7日まで開かれています。2月24日、大津市から草津市の琵琶湖岸を走る琵琶湖レイクサイドマラソンが行われ、およそ1300人のランナーが参加しました。このレイクサイドマラソンは滋賀県などが毎年開いているものです。大津市から草津市の烏丸半島までの12キロ、15キロの2つのコースで行われ、高校生から70歳代まで合わせておよそ1300人が参加しました。ランナーたちは強い横風が吹く中、琵琶湖岸のコースを駆け抜け、爽やかな汗を流していました。豊かな自然や歴史の中で育まれた滋賀県の食品や伝統工芸品などを紹介する大近江展が東京で開かれました。今年で25回目を迎える大近江展は、東京・日本橋の高島屋で開かれました。会場には、滋賀県の59のメーカーが特産の近江牛や船寿司、漬物などを出展しました。会場を訪れた人たちは、滋賀県の魅力を感じ取っているようでした。2月27日、道州制など広域行政について県庁の職員が意見交換する研究会が開かれました。これまで道州制については慎重姿勢をとっている滋賀県の加田知事ですが、
今後どういう枠組みで住民サービスを行うことが最も望ましいのか、国民的議論は必要として、町内に研究会を立ち上げました。この研究会は県庁各部局から若手を中心に22人の職員で構成されています。研究会では道州線を含めた広域行政に関しての国の動向や県民の意識調査の分析などを行います。今後道州制、府県の合併、広域連合のメリット・デメリットなどを整理し、琵琶湖という水源や地理的な特性も考えた研究をしていく方針です。続いて滋賀県立聴覚障害者センターからのお知らせです。第28回滋賀県聴覚障害者福祉大会に参加しませんか？3月3日は耳の日です。この日を記念して毎年耳の日記念滋賀県聴覚障害者福祉大会が開催されています。この大会は滋賀県に住む聴覚障害者及び家族、手話通訳者、要約筆記者、ボランティア、一般県民が一堂に集い交流を深めるとともに、聴覚障害者の福祉向上の推進、聴覚障害者の社会参加の促進に努めることを目的としています。日時は明日3月10日日曜日、昼1時から夕方4時まで、場所は近江八幡市文化会館です。今年の記念講演は社会福祉法人全国手話研修センター日本手話研究所所長高田栄一さんによる新しい手話のできるまでと題してのお話や、研究員の高塚実さんと手話キャスターとして活躍されている田原理恵さんによる近江杯新しい手話コンテストが開催されます。その他お楽しみ福引き大会が行われます。協力券が必要になります。当日券は一般2,000円、中高生1,500円、小学生以下無料です。申し込み方法や問い合わせはご覧のところまで。いかがでしたでしょうか。それでは次回3月23日土曜日夜9時20分にお会いしましょう。